ハインツ・ギュンター・ドーは、スイス・チューリッヒ出身の元男子、プロテニス選手。現役選手時代は、ダブルスの名手としてよく知られ、ATP ツアーで、シングルス5勝、ダブルス30勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス22位、ダブルス3位。ダブルスでは、ハンガリーのバラージュタ・ロツと組んで、多くの好成績を出した。現役引退後、ギュンター・ドーは、シュテフィグラフのコーチとして有名になった。前年にモニカ・セレシュに世界ランキング1位の座を奪われたシュテフィグラフの父親、ペーター・グラフからのオファーを受け、この年の初めからグラフのコーチに就任する。以降グラフは1999年に引退するまで4大大会において12勝を挙げる。ギュンター・ドーは当時不調に陥っていたグラフに対し、ストロークのバリエーションを増やすよりも、今あるものの質を高めるべきだという観点から、持ち味であったバックハンドのスライスをさらに強化することにした。この結果、グラフは以前は普通に使っていたバックハンドのトップスピンをごく限られた場面でしか打たなくなった。グラフの引退後は、エレナ・ドキッチ、アナ・イバノビッチのコーチを務めたこともある。ありがとうございます。